はい、皆さんどうもリハビリアタッキーです今日もよろしくお願いします前回動画を3本配信させていただきました感染呼吸トラブルというところからリハビリの視点からお話をさせていただいた動画になりますが今回はその補足動画になりますテーマとしてはこちらにありますリハビリの視点から新型コロナウイルス感染症をより深く解説しますという動画になります えー、まさに今の時事ネタと言ってもいいと思いますえ私もあの実際医療現場で働いているんですが、えー、新型コロナウイルス感染症についてはあのーまあ、リハビリを受けている方あと関係者の方あるいはそのご家族の方から、えー、実際どうなんですかとこう聞かれることがたびたびあります、えー、その際はやっぱり一人の医療従事者としてですね、あのー、ちゃんとしたお答えをしたいなというのを、あのー、常々思ってまして あのいろんなこう文献等からリハビリの方でもこういろんな文献が出てますのでそういうのをもとにお話をさせていただくんですが今回の動画はそれをままとめたものになってますあの。医療介護現場でもし活用していただけるのであればあのそれでも結構ですしあのあこ,うこういうことなんだとコロナ新型コロナウイルスというのはこういうことなんだというふうにあの理解をするあの皆様が理解するその参考になっていただければ嬉しいなと思います。できるだけこう、 まあ文献正しいこうものに沿ってお話をさせていただきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします、はい、では実際に、えー、エビデンスと言われるんですが、えー、実証があり正しい可能性が高いことということで順番にお話をさせていただきますまず新型コロナウイルス感染症は、えー、気道で増殖した分泌性気道というのはこう口から 肺にかけての途中の期間のことを言うんですが、そこでえっ、ー、と人から人への飛沫感染こう唾液が飛んだりする感染ですね。それと接触感染、これの2つがえっ、ー、と発生するというふうに言われています。一般的にはこういう新型コロナウイルス感染症。こういうものは冬に流行するというものが大半だそうなんですが、今回のえっ、ー、とものに関してはまだこのテーマは不明ということだそうです。 飛沫感染というのは何かと。えー、飛沫、咳ですとかくしゃみで飛沫が2メートル以内のこう表面に付着してそれでこう感染を起こすというものになります。まあ、あのー、いろいろくしゃみをすることで実際飛ぶものもそうですしあとこう飛沫によるこう微粒子がまあ3時間程度ひょっとしたら空気を漂ってるんじゃないかと。 それで感染をするとエアロゾル感染というものに関しても試作はされていますこちらはちまだはっきりはしてないそうなんですがそういう可能性まあ、でも、やはり飛沫感染というのが大事になりますもう一つは接触感染と言いまして、えー、と汚染された表面例えばあのドアノブですとか手すり等に触れてその後は鼻ですとかこう口目を触ってしまうことで感染してしまうというのが、えー、と接触感染というふうに言います。 じゃあこの新型コロナウイルス感染症に、えー、感染すると何が起こるのかと、えー、感染をするとここにありますが発熱咳、倦怠感単息切れが現れるということが言われてますこれはあの多い順だそうですで場合によってはよく一時期言われました嗅覚や味覚の異常というのも発生するというふうに言われてます、えー、と症状としては蒸気動炎、まあ、いわゆる風邪ですね あるいはインフルエンザに症状としてはすごく近いということが言われていますで次がすごく大事なんですが症例のうちあのみんながみんなこう重度化するというわけではなくて80%の方は軽症ですでそのさらに30%から50%の人は無症状つまり症状が全く現れないということが、えー、と今示唆されていますでその他15%がいわゆる重症といわれる酸素療法とこういうふうになるんですか まあ、酸素を供給にすることが必要な状態、これが全体の15%、だから5%は重篤、いわゆる人工呼吸器等が必要だという状態だというふうに言われています。つまり、多くの方は軽症だということ、これがあの今の時点で言われている、えー、情報になります。じゃ発症までの潜伏期間がどれぐらいあるのかと。 今、大体2週間というふうに言われています。で、これ、いろんな文献を私も調べてみたんですが、結構ばらつきがあります。2日から10日なんて書いてるものがあったり、えーまあ、1から、えー、14日間というものもありましたし、まあ、平均すると5、6日というものもありました。で、大体こう、トータルをまとめると、まあ 1>, 1日から2週間半一番長くて2週間半ぐらいというのが今潜伏期間だというふうに言われています。で致死率日本だと大体3から5%程度というのが言われます。これはあの国や地域によって随分違うということがこれはあの報道等でも言われています。で この際によく言われるのの BCG との関連という話がされるんですが、これは正直今の時点ではちょっと科学的な根拠はないそうで、あのまあ、そ,そこはさらに今後検証が必要になってくるかと思います。で、どういう方がこの新型コロナウイルス感染症に起こりやすいか。まず言われているのは高齢者の方。まあ、65歳以上の方です一般的に。それから基礎疾患ですとか持病を有する方。例えば高血圧ですとか、 糖尿病ですとか不不脈、鬱血性の心不全、あるいはがんとこういったものが基礎疾患というものの中に含まれますそれから、えー、と喫煙率がある方それからあの喫煙をがづいてある COPD という疾患があるんですがこれはあの詳しくは前回の動画でご紹介させていただいたんですがこちらがある方はやはり重症化率ですとか死亡リスクが高まる傾向がありますのでより注意が必要だというふうに今言われてます 今回こういろんな、えー、と情報をまとめさせていただいたんですが、えー、最後、です、えー、と私たちは今現在あの本当に困難な状況に置かれているという,ふうに言えますで。こういった時に大切なことというのは客観的なデータですとか情報に基づいて、うん、あのしっかりこのことをこう掘り下げて正しく理解をするということがすごく大事なことになってきます。 これが進めることが過剰な混乱ですとかあのパニックですとかデマを抑えるということにもつながってきますのでそういった観点からもあの今後皆様に様々な形でこう情報発信あるいは皆様のお役に立てればいいかなというふうに考えております、うん、今回こういった形で、えー、と補足動画の方、えー、と解説をさせていただきました、えー、ともう一回ですね、えー、と第二章という形でも えーと具体的な対策を紹介させていただきますのでぜひそちらの方もご覧になっていただければ幸いですよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますでは今日はここまでとさせていただきますご清聴ありがとうございました失礼します